違う部屋だったはず。ん？いや、あのステンドグラスが部屋に面してたのかな。おはようございます。いい音。ございます。テスト押してこれでよし。多分最初は少しは行くはず。でも昨日の夜宿配信した時と場所ほとんど変わってないですからね。数メートルしか移動してないし、10メートルぐらいかな。あ、寒くないですはず。まともに配信できてないな。上がってきた。下がった。ダメだなですね。単に電波悪いのか本当に。ここはございます。今日はもう10キロちょいしか移動しない予定ですけど、よし、まずはあそこの八幡岩を見に行きます。ここからも見えてるけど、旅の宿やがために泊まってました。やがため岩。よし。あ、そうだ、今ここ出してないか。電気店はある。移動。おお。いらっしゃいませ。多分またウェブカメラ映像が流れる流れない以前に止まってる可能性があるな。ああそうだ、今ここ青にしてたか。同じようにしてた。電波ないのかな。コメントは来てるんですけどね。やっぱりデバイスの問題か。あ、ロジクール切れた。どこだ。
繋がった。延長ケーブルかな。割と高いケーブルなのに。USB、ウェブカメラの、ウェブカメラの接触なのかもしれない。FMLE の方でもなんか、ウェブカメラが一瞬見えなくなったみたいなんで。青い。このケーブルのどっかに、あ、また止まった。延長ケーブルか、多分。多分ウェブカメラの延長ケーブルの断線。これを、やっぱり。おはようございます。ただこっち一応このこいつのケーブルなくはない。一応切り分けのためにこの USB のジョイントのアダプターを間に外して直結してみました。これで止まるかどうか。止まるな。おはよう。やはりケーブル。ちょっと作業できるところで。よっつつと。どっか座って作業できるところ。おお、焦点あった。上でいいか。YouTube 動画の申し訳ないです。延長ケーブルはこっちに指が。ただ今くっついてるこのケーブルを外すのが難しいんだよな。ていうか無理だなこりゃ。一緒に束ねるだけしとこう。
こうかな。どうだ。あ、少し上がってきた。上がってきた。延長ケーブルの指を横に束ねて無理やり復旧させました。大石工業、あ、本当だ。通常発信です、ちなみに。じゃあこれでまた止まらないかどうかやってみましょうか。久しぶりなの、延長ケーブル切れたの。多分延長ケーブルがどっかで断線したんだと思います。でちょっとこの辺とまだ聞こえてなくて、これでよし。これでどうか。断線。ケーブル、いや、ケーブル買い替えずにずっと使ってたわけじゃなくて、今回断線に気がついただけです。おはようございます。今日は暖かいですよ。朝っぱらからもう全く寒くない。神言、全く寒くないです。海、ほら見ろ、ほら見ろ、海だ、ほら見ろ。ケーブル、いいやつ買った、いいやつ使ってたんですよ、今まで。いいやつというか、エレコムだったか。また止まった。五島列島。まさかまた止まった。あ、止まってる。じゃあまさか PC 本体の端子か。まさか。あ、ハングした。まさか PC 本体の方だったらもうダメだな。ああ、ハングした。マシンが遅いせいなのか、環境が悪いのか。配信ツールがどんどんハングする。まあ今日はもう配信諦めるな、こりゃ。この枠だけ努力はしてみせて。最終日になってようやくこの天気か。もったいないな。
今これで流れましたかね。海、これはどうもさっき動かして止まってしまった状況と延長ケーブル交換しても変わらなかった状況からするとまさかと思うけど、 PC 本体の USB 端子かので今からもう止まってる。また止まった。端子をちょっと端子を見る前に今止まってしまったので、ちょっと待ってください。こうそーっとやって、ここの USB 端子をちょっといじって、これ止まらない。USB 端子。だからこそこういう白いのかましてるんですけどね。止まった。今止まりましたね。一生見納めだか。まあとりあえず今日の配信はこれで諦めますけど、今後はミックスが使えるかどうかですね。ここやっちゃったらですね、今、もう一遍つなぎ直しただけです。もう一度これ止まったな。で、こうなったら、こんな風に入れ替えてみたらどうかな。今度はこれで音声が止まるはず。一応切り分けとかないとな。棒読みちゃんの出力が今外れた。棒読みハングした。終了。で、あれ棒読みが死んだ。死んだ。棒読みちゃんをこれでいいか。これでよし。今USB 端子の左右入れ替えて、切れるとしたら音声の方が切れるようにっていうふうに意図してやってみました。これでどうかな。おはようございます。これで、あれ、お、ユーロファイター、お、あれ、音声の方これ切れないですね。なんで、まあいっか。切れた。音来てるけど読み上げしなくなりましたね。読み上げしない。ハングした。そうか、棒読みの方は瞬断に弱いけど、配信の方は音声は瞬断しても普通復旧できるってことか。まさか。オートフォーカス、これでよし。ハブだ。ハブも持ってきてるんですよ。ちょっと今読み上げない状態ですけど、重たい。確か白いハブはそこの方に置いてなかったっけ？
こんな風に入れなかったっけ。これじゃなくて、やっぱそこの方だ。これをちょっと映像切れますね。これでこうして、これで音声、あれ音声とちょっとウェブカメラ切れます。よし、これでいいかな。でちょっと待ってください。読み上げも復活させます。ファブかましても一応電力的には大丈夫っぽいかな。まだわからんな。で、私はあれは風が吹いて落ちるのを期待して待ってるわけではないです。別に落とさないようにしないと。これでいいかな。よし、というわけで、あの画質ですか。じゃあこれでこの枠問題なければもう一枠ぐらいやってみますかね。マイクウェブカメラなってますか。いや、表示上は正しく USB オーディオになってますけど。じゃあちょっと今マイク弾くんで違ってる表示がずれたか。今これは多分 PC の中の、あれ、あれ、あ、やっとこれだ。なんか表示というか、正しく選択しても間違ってデバイスつながってることがありますね。これでよし。ファンの音は今パソコンの中でしたね。さて、じゃあ風で落ちないうちに充電用機材とか、あとデータバックアップ用機材をしまい込んで、何が重たいってですね、この一番大きなバッテリーを充電する充電器が重いんです。 AC アダプターが、これが機材の中で単体で一番重いんじゃないかな。安物小物入れ、あ、そうそう、最近ですね、この間カムナンさんと話した時に驚かれたんですけど、これマウスはどれだったかな、ロジクールだったかな、ちょっと、マイクロソフトだ、確か。これが、そうそう、この USB-A とマイクロ USB のこの、あのフラットなケーブル、平田ケーブルですね。今セリアで100円で売ってますよ。で、しかも赤青緑があって、他のケーブルと区別しやすいんでおすすめです。まあすぐ耐久性ないかもしれないけど、100円だったらたくさん買っといて、あの、なん、使い回すというか使い潰すのもいいと思うんですよ。あ、リール式も売ってますよね。急速充電急速充電ってケーブルによりますか。ハブにはよると思うんだけど、
これはケーブルによって通す通さないがあるんですか、その2アンペアだったか何だったか。だったら気をつけたいな。というわけで、じゃあこれで解決したのか、もしかして接触の問題は。充電用ケーブルはただ線通してるだけですよね。特になんかその通信用、それはあのケーブルが1本通じてるか通じてないかとかいう差ですよね。今から矢ヶ溜岩っていうところに向かいます。宿の名前にもなってた矢ヶ溜。まあ実はこの湾から向こうの方に見えてたんですけど、比べたら本当に違うんですか。それは使用上あり得るんですかねそういう動きの違いは。じゃあ昨日からブチブチなんかウェブカメラの映像止まったりしてたのは、ルークスさんの USB 端子がいかれたからか、切り分けできてしまった。本体が USB、 まあ OTG ケーブルとかそのあたりの話ですよね。それは制御する側、される側の判定に使うんであって、流れる電流の量には影響しないと思ったんですけど、うん、USB3 になって 2A なんだけど、ん、大晦日、今日大晦日ですけど、が、なんて。あ、向こうのに見えますかね。あれ、八幡名岩。灯台もくっついてますね。ん、八幡崎、八幡名岩。矢尻の矢に、片焼きせんべいの片、目玉の目、だったはず。変わりますか。なるほど。うん、シンクロ、あ、見えますかね。今日は向こう、あそこのとこ見に行って、また折り返して戻ってきて、でもうほとんどまっすぐ港の方に向かって、12時半の昼飯食ってから、あと12時半のフェリーに乗って6時間以上かけて博多に戻るという、博多の実家の方に向かう、博多の向こうの、うん、あ、すいません、また聞き逃したという予定です。しかしルークス、こうなるともうやばいな。ミックス配信ちゃんとできるようにしないと。この辺りは、え、博多号、まだ感じか。よっと、ですね、博多駅、博多港に19時ぐらいなんで、あ、また聞きます、すみません。博多港に19時ぐらいなんで、ルークス、返品ですか、こんだけ使って、こんだけボロボロして。まあでも、どっちしろ液晶の、画面の液晶からなんか液体が漏れてくるっていう症状は、このルークスのモデルの、もうどうしようもないところらしいので、私が前使ってたルークスもそうなったし、全く同じモデルで野菜エニックさんからもらったこれも、ん、ルークスの木、あ、終わった。これ保証期限確か切れてるよな。修理したらいくらぐらいかかるんだっけ。ストーリーで
抜かれた。延長してない。ちょっと電波弱いかな。配信画面読み込み完了。こうして今度 FML で行こう。お、取り戻せ。FMLE です。通信速度は上がらないな。まあじゃあ地上発進か。ダッチョ。配信開始と。もうこれでよし。やれることはやった。よいしょ。コンクリート映りました。3キロ先の矢固め岩までまだつかない。おかしいな。途中だと矢固めの駅っていうのがあります。そばか。いいよ。ルクス配信です。よっと。マヨネーズかかってました。あそこはあのなんだっけ、ダイニング厨房ダイニング なんとかっていう居酒屋なんで、いちいちなんかちょっと凝ってます。目玉焼きの下にも野菜が敷いてあったり。で今日は晴れてて暖かくて、さっきあれはみりん干しかな、あれ皮ちょっと焦げてましたね。そっち、おはようございます。最初からこの天気しとけよ。今日めちゃくちゃ爽やかですよ。今のおじいさんは、私は音がそうですかね。配信設定にはだいぶ疲れた。製品バス、あ、元日も最初からこの天気になっとけよ。今日走り納めですね。風全然ないんですよ。おはようございます。本当に今日は気候がいい。で今日はもうできるだけあちこち回ろうとはせずにゆっくりします。昨日もなんかこの上五島の裏道を来てしまったような感じだからな。本当いい天気です。行き去り。上五島のなんか観光っぽいところはどこも行ってない気がする。ただこっちは道がなんか一周回るっていうかのはやりづらいんで。五島のトライアスリートは結構いるみたいですよ。昨日までいた福江島では、あ、ただなんて言ってたかな、世界大会でもやってたんだけど、
狂牛病が問題になった。ん？ああ、なんて。写真がアップ？狂牛病の時に、その、海外からトライアスリートがここに来て走る大会の時に、私はなんかそっちの方の非常勤ですけどね、本来。本来ならば。で、その狂牛病が問題になって、ここって五島牛がかなり大きな産業みたいで、確か、そう、トライアスロンの開催の10日前とかにいきなり中止になって、その海外から人入れるわけにはいかないっていうことで、ああ、図に写真は多分アップします。配信は多分しないと思います。最近なんか部屋配信とか宿配信以外ではやってないですからね。名物は、今回は結構食べたんじゃないかな。刺身、魚はかなり食ってますね。昨日の夜も魚すごかったし。五島牛は食いそびれたな。昨日泊まる宿、本当はその焼肉屋さんを狙ってたんですけど、いっぱいでした。牛、そうそう。そう、だからそれ牛の、まあ農家とは言わないんだろうけど、ん？人入れない、工程期かな？あ、狂牛病、そう、工程期だ、工程期の時だ。狂牛病もっと前ですね、確か。そうそう。それの検疫ができないってんで、海外からの人が、すましいですね。博多雑煮っていう種別です。大雑把に言うと。ん？昼ご飯に、ですね、この後、青方港っていう方向に、今行ってる方向とは逆方向に戻って行って、青方港の方に行って、12時半の博多行きのフェリー待つんですけど、そのあたりで食事探そうと思ってます。ただ、観光パンフ見ると、そのあたりに店はない。どういう、今は、長袖ジャージ、ユニクロのフリース、お、山柄。あれ？山柄じゃない？あれ。オレンジ色してるけど、あれ違うやつだ。山柄のメスとかかな？もしかして。で、何でしたっけ？フリースとウィンドブレーカーを上に着て、下は普通の下着の上に、タイツと短パン履いてます。おー、近づいてきた。お、いらっしゃいませ。鳥が。タイツ、暖かいほどでもないかな。ん？自分取り、もともとあんまりやってないです、そういうのは。薄着。ですね。上は、あ、一応上はジャージの下にあったかい系の長袖アンダー着てますけど、こっちは今日超あったかいです。どっち？東側。本当今日あったかいな。なんか今回最初の2日目、3日目あたりの冷たい雨とか雪にやられて、なんか体調今一つなんですよね。南一天の、そう、東側、相撲でいう東と西っていうのがあるんじゃないんですかね。ないのか。ございます。電王戦でしたっけ、将棋だったか何だったかですよね。それは当然東を見るべきだと思います。あー、なるほど。聞いただけじゃ分かりませんでしたよ。分かるか、そんなん。タイツ履いたのいつだ。おー、ちょっとどっか海がちゃんと取れるところ。
おお、近くで見るとなかなかですね。うん、どっちを、じゃあ西。おお、この湾はなんて名前だったかな。元山も元ん元前山元だっけ。違う違う、マヤともマヤだ。で、見に来たのはこっちの方です。この八形目岩、カメラで出ます出ます、あの電車のやつ。底辺三角形の、じゃあ西側で。でもその電王線っていうのと今私が走ってるここのどっちが西側かっていうと、こっちが西側じゃないですかね。というわけで道路はここまでか。でなんか微妙に工事現場に置いてあるっぽい感じのトイレがあって、いやですね、リロ、あ、確かその電音ネタの方だったら多分分かんないです、すみません。見てはいないので。じゃあちょっとこっちに、あ、これがあるか。じゃあここ自転車置いて。将棋やったことない。やったことなくはないけど、ルールを知ってる程度ですね。男子トイレ、これどうなってるんですかね。こっちの、あ、女子トイレあるじゃないですか。お花を。で、ちゃんとあの、車椅子用トイレもあるんですね。こんなサイズなのに。ちなみにどんな感じ？ドッキリ。なるほど。これコンパクトだ。でもトイレ自体は綺麗ですね。設備は綺麗。で、八形目、生湾の入り口に位置する八形目は平戸だから、ああなるほど、外敵の見張りのために矢で固めた守備兵で砦を固めたこのことにより八形目の地名が残されている。なるほど、防衛の場所っていう意味なんですね。八形目は守りを固めるとこなんですね。やがためやがため。矢尻というわけではないみたいですね。三角形だけど。お、風吹いてきた。クリートつけてます。なので、場所によっちゃ、あ、今なんか鳥の糞手で触ってしまったような。なんだ今、冷たいものは。いや、べちゃっとしたわけじゃなくて、なんか冷たいヒヤッとしたものが手に触れて、見たけども落ちて分からなかった。あ、おお、結構風吹いてるな。これが八形目岩。小屋とか作らないとやってられない気がする。おお、あ、なんそうか、ちょっと体が混ぜる。よっと、絶景、あ、なんかえらい反応遅いな。
れやって言って書かれてたみたいですけどね。刺す風の音、このさっきまでここで固まっていないですよね。いいな、なかなかですね。ここすごい断層が見えてるのは、これだと見づらいかな、暗くて。うわで、こっちもかなりなもんですね。これもパノラマで1枚撮っとくか。線ちょっと待って、カメラ落とさない。この辺りは大丈夫って、落ちても転がっていくとこじゃないんで。ないない、潮の変わりは全然しないですね。いわゆる潮の変わりってなんか、あの結構海の際に海藻とか、あの有機物的なものが固まって、ちょっと静態に色とかが混じったのが、私は潮の香りってイメージなんですけど、そういうのが全然ないですね。あ、こっち崖なのか、これ。あ、結構崖、うわ、結構崖っぷちだ、ここ。結構風強い。ほんのちょっとこっちに降りれば風が来なくて快適です。ふう、うん、磯臭くない。あ、そうそう、磯臭いっていう、そういう言い方ですね。そうそう、そういう感じがしないです。あと鼻が詰まってるだけかもしれない。昨日あっちから降りてきたんだっけ。あー、また GPS 持ってくの忘れた。またフリー、また GPS の軌跡をここに残すの忘れてた。あっちに見えてるのは、ああれは別の道か。この上五島の北の方に向かって細長く島がつながってるんですけど、そこですね、そっちの方ですね。あの見えてるのは確かのくびれのあたりに、ホテルなんて言ったっけ、マルゲリータなんかそういう名前のホテルがあって、そこがなんか日帰り温泉もやってるみたいです。で、あのちょっとあの明るく見えてるあの辺りが、なんて名前だったかな、通行の全くです。あとなんか、うん、最終日です。この辺りがなんか河口だった証拠だとかいう、なんか赤い、あそこはそうなのかな、なんか崖の切り口が赤いんですよ。あれのことかな。ピザ屋さん、マルゲリータだから。ダメだな。パンフレットがないと名前がわからない。あそこはなんとかの崖とか言って、この辺りが火口だった証拠だって書いてあったから、この辺り火山の火口だったのかな。そういえば五島列島火山の島だったんでしたっけ。確かコメントでそう言ってましたよね。よいしょ。じゃあ戻って、ちょっと八幡目の駅っていうところにも寄ってみようかな。確か9時から空いてるはずです。守備兵か。あ、もう10時になりますかね。
あとどうかな、昼飯食う時間考えたらいつまで、11時過ぎぐらいまでです。その後昼飯食って12時半のフェリーで博多に向かいます。で、博多港から博多駅まで走2、3キロぐらい走って輪行してもいいし、あとは博多から20キロ自走して福岡の古賀市っていうところの実家に帰ってもいい。今日は天気良くて、あと暖かいんですよ。すごい暖かいです。箱崎ですか。箱崎は正月、年末年始はどんな感じでしたっけ。確か梅ヶ谷餅も売ってるような。あそこも結構初詣ので混雑するとこですよね。箱崎宮有名だから。そう、でも夜なんですよ。博多港に着くのもう19時なんで真っ暗です。スワンでちなみにフェリーの乗船時間6時間超えるので寝たとしても時間が余る。福岡で、あ、そうです。あ、箱崎と言ったらそっちを思い浮かべなきゃダメじゃないですか、私は。そうそう、箱崎に実店舗がありますので。といっても今日はもう早めに店じまいするんじゃないですかね。それか今日からやってないか。なんたって本当にマジで一人でやってるので、トム、お年玉100万円ぐらい。フェリー降りたらやばいな。うん、5時間、それ以上の時間です。一応ですね、佐世保の方に渡って、佐世保から特急乗り継いだら、フェリーが3時間ぐらい、3時間弱で宮地だけ、ああ、もう1個、私もう1個いますよ。よっと、だからお年玉は用意しないとな。なんかお伝えします。まあ片方について、寒かったらもう輪行かな。そう、小熊屋洋菓子店よろしくお願いします。小熊屋は19時には絶対やってないと思います。そもそも売り切れが早いんで、今まだ供給が全く追いついてないみたいですからね。もう昼過ぎぐらいに品物なくなったりしてるし、ツイッター見てると、もち袋、のし袋か、ん？500円か。私の子供の頃の 1ヶ月間のお小遣いかな。繁盛というか、まだ島にいます。繁盛というか、作る量がまだ少ないん、まだというか一人でできる範囲でしかやってないからでしょうね。 USB ケーブル、今日は気が楽だな。まあそうですね、売れ残ったら麺は垂れないですからね。麺も当てられないですからね。天気が良くて時間的にも余裕があって、ただフェリーの中で6時間も何して過ごそうかっていうのはありますけどね。あとこっちから博多に向かうフェリーはおそらく混まないだろうという予想なんですけど、逆方向だったらまだ分かりますけどね。博多、いつまで、ほぼカレンダー通りです。普通の会社通りです。普通の会社カレンダー通り。ただ、正月はいつも福岡の実家に帰ってるんで、
で実家に帰ってるうち間に暇だったら、いや配信したいからっていう動機というよりは自転車旅行を見せたいという動機があるので、自転車旅行しない限りは放送は多分しないと思います。ただまあ天気が良ければ、あのスカイマークの機内室で見た福岡の奥の方の、田舎の村とかに行ってみたいなとは思ってるんですけどね。まだ何も調べてない。東峰村と書いて東峰村。5日が日曜ですかね。で6日から仕事始めです。お、教会前、あ、これかん、フェリー基本がなんか意地になってるところありますけどね。冷水教会だ。さっき気づかなかった、バス停があって気づきました。なんか冷水教会って教会の真正面に大きな字で名前が書いてあるの珍しいですね。プレステ4はキラータイトルがないと。3日か。 ありがとうございます。で、あそこ上風緑がついてるのかと思ったら、あれカラスだ。近くかけてなりましたね。よっつつ十字架の上にカラスが、形から見てあのてっきり風緑かと思ったら、残り3分、一応まだやるかな。配信は継続できてるみたいだし。あ、ここもなんか昨日の夜、何教会だったかな、もう電飾やってますね。サンリーズかとは、三里塚ってことは12キロメートルぐらい。もち暑いですよね。手の皮が熱くならないとあれはなかなか厳しい。ここから確か青潟湖まで直行したら、船は12時半のやつです。ん、何芸能人、じゃあ森高千里で。私は芸能人の名前をほぼ 100% 知らないです。八方目の駅どこだったっけ。駅で近場を検索。ん、出ない。関東の方になるな。売店、年寄りに、そうそう、手の感覚はかなり違いますよね。どこだっけ、八幡目の駅。確か本を入れてるのはこっちじゃなかった。こういういかにもな、いかにもなっていうかルルブか。今回ルルブ買ってきてます。館崎っていうのはどこですかね。マスカイマス最新はやんないですけど、なんか自転車で走るんだったらやるかもしれないです。八幡目の駅は、あ、お疲れ様です。ん、あ、通り過ぎてるな。八幡目の駅多分。お疲れ様です。一応次役は取ってみます。お疲れ様です。港があるのがこれだから、やっぱり半分ぐらい過ぎてきてしまってるな。まあ時間あるから戻るか。さっき確か八幡目の塩とかいう看板どこかで見かけたけど、それも取りすぎたかな。よっと、
よし。うん。地震が。こう、関東の方ですかね、コメントが多いってことは。で、八幡目の駅は多分通り過ぎてきたんで、数百メートル戻ります。千葉か。いらっしゃいませ。往復で通り過ぎて気づいてない。お、カンコロムス餅屋さんか。遠山加工店ってそこ餅屋さんっぽい。多分今忙しいんでしょうね、年末で。いらっしゃいませ。こちら結構でかいだな。ん？あ、なんて、声が聞こえないっていう風に聞こえたけど、ご弱はかなりでかいな。あれ？これ今の多分ニコニコの風音っぽいですか？風が止まった時にじゃあ比較を。八幡目の潮って書いてあるけど多分これじゃないかな。八幡目広場。ん？縁起の八幡目の駅っていう売店みたいなのがあるはずなんですけどね。これか本当に。八幡目の駅こっちか。八幡目の駅って書いてなかったけど。音してないから音入ってない。え、何の音？音がないのか。どれ？あれ？旅の宿八幡目別館ワンルーム五感セラピー。うーん、なぜ入ってない？今これがウェブカメラ音声。こっちが USB って、あれ？なんで？ん？あ、あ、うん？あ、あ、うん？うん？なんで？あ、今大丈夫。あれ？ボリュームがこれ動いてないな。
まあでも OK だったら大丈夫か。裏技、助けてなんだっけ、助けてなんとかマン、ファミコンコントローラー、2コンの音量これで大丈夫ですかね。ちょっと小さい今音量小さいですかねあ、本当に5弱だ、かなりでかいな。音量どうでしょうか。音量、音量は OK。 OK 了解です、ありがとうございます。ちょっとこんなもん、こんなもん。IC レコーダーの方の、IC レコーダーの、パチパチ、パチパチですか？じゃあ最大設定。これ以上はちょっと大きくならないですね。というわけでまたやれることはやったから。で、八幡目の駅がないな。大きい。ここです。あれ？八幡目の駅っていうのがないな。おかしい。八幡目の駅。池じゃなくて駅。一致する結果ありません。なくなってる。これってあの私が泊まってた八幡目っていう、ん？何ノイズ？塩工房塩市。よくわからない、どうなってんだ。一応こっち側抜けられるか見てみるかな。抜けられなさそうに見える。宿の人にですか。戻ってきたけど八幡目の駅っていうのが見つからないです。野草が混乱。そこは八幡目の塩の塩工場みたいなんですよね。これのことなのかな、もしかして。天気ちょっと曇ってきましたけどね。でも今回の旅行で一番いいよ、今日の天気が一番いいよ。ありがとうございます。来年と言わず今年買ってくださいよ。つまり今日、自転車って空いてないか。来年の話をすると鬼が爆笑しますから。乗れなくなった、おかしいな。あ、行けるかこれ、この道ああ、ずっと繋がってる。でも上に戻れるのかどうか。持ちが手信号してます。できるだけ曲がるときとか特にやりますね。人と走ってないときにその後ろに止まりますよ、合図まではなかなかしないですけど、たまにしかしない。モールス、さっきの餅屋さんどこだ。餅枠
何も無気力になったということですか。かんころ餅は買ってはいるんですけど、まだ食べてないです。あれ焼いて食いますよね。あ、大丈夫かこれ。上に戻れるのか。関東はん？もっと北、さっきの八ヶ岳の駅がってことですかね。なんか結局見つけられませんでした。海沿い側には見当たらなかったですけどね。北の方。え、生でもいい。今の道戻らない。ここで上がった方が良かったかな。まあでもせっかくだからこの道全部行ってみようかな。あなたにも。私は単にドロップハンドルの姿勢だけの問題なんですけどね。でついでにブレーキが握力がいるので、ああ行き止まった。というわけで引き返しの前にもうちょっと確認。いやーこれ行き止まりでしょう。あれ、どうし、最新作面白かった。見てないけどまだ。あれ、どこまで続いてんだこれ。ございます、ございます。あ、違う、お願いします。あれ、GPS 上だともう海に出てしまってる。あれここまで来て行き止まりはちょっとめんどくさいですよ。おお、あ、行けるか、行けるか。3年前に、おお、なんでこんなとこ走ってるんですか、あなた。川と、で、ここで道出るのかな。向こうは、あ、もうないですね。というわけで、このビール屋さんの前を通って、何屋さんなんだろう。また知らない道を知ってしまった。カラオケか、ここは。ふう、出ました。これで GPS に行きと帰りで違う道が刻めた。あ、ノイズが何ですかね。マイク周りの接触の音ではないっぽいし、マイクは、ま、何も触れてないし、まあ、いや風だったらそんな周期的な音にはならないと思いますけどね。あ、この先南北だったり南だったりどうするんだろう。まあでも今の観光パンフに載ってるってことはあったとは思うんですけどね。さてここからちょっとですね、まっすぐ向かうのはなんか悔しいんで、客人神社、珍しい名前だな。悔しいのでちょっと衛星写真で棚田っぽく見えたところに、体験型棚田っぽく見えたところに少しだけ登っていこうと思ってます。ここの道行こう。
お、すごい。ん？あるのは何が？客人って書いてありますよ。客人神社、初めて見た名前だ。大体神社の名前って全国何種類かしかないのに。大体諏訪神社か、あと何だっけな、もう思い出せない。浴衣目の駅がなんか地図に書いてあるあたり見当たらなかったんですけどね。塩の工場はあった。おー、だんだん畑。あの神社の名前かな。何の畑かよくわからないけど、本当はあのもう一本山の天使ノイズ、登りはまあまあちょっと暑いですね。気温が高いから。でここから右のこの道に登っていくと、ずっと先の方まであの山の上の方の道行けるんですけど、今日はそっちは行かない。あ、車来た。全く寒いよりいいです。今来た。今年最後の、多分そうですね、石垣ですよね。あ、下に玉ねぎが干してあって、でこれも例のあれですよ、あのわざわざ小屋状にしてある何かを干す場所。これはさつまいも干すっていうのが一番可能性高いんじゃないかなと思ってますけどね。ここは竹じゃなくて塩ビ管が使ってある、塩化ビニールのパイプが。石垣、今のは文化ですよね。あ、こんにちは。そこに、あそこの小屋って、なんかあれ、さつまいもか何かを干すものなんですかね。あそこの、あの斜めのに渡してあるあの小屋っていうのは。あそこ、ええ。なだらね。なだら、うん、かんころとか、なんか干しまんばする。あ、かんころとか他のものもってことなんですか。そうです。あ、はい、なんか島のあつく、ええ。うん、島のあちこちで見て、あの何だろうと思って。はいはい、あの干しもんばね、あのする。ええ、はい、ありがとうございます。はい、どうも。すっきりしました。はい、ほ干しもんば、干しもんば、カンコロとかを干したりする干しもんばって言われましたね。あ、映ってました今。じゃあ GoPro の方にもちょっと映ってるな。まあ、今おじいさんとおばあさんがいらっしゃったので、干しもんばする、干し物をするとこって言われたのかな。そう、まあ干すのは間違いないと思ったんですけど、メインが何だろうと思って、やっぱりかんころとかでしたね、さつまいも。健常性、そうそう。干しもんばのところが
干し物をするところのおって意味なのか、場所の場なのかがちょっと気になりますね。干し物場するところなのか、干し物場っていう場所なのか。おっと、よっと、あ、はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。うわー、ちょっとかんころ餅もらってしまったよ。今のおばさんと、あと息子さんかな、お孫さんかな、息子さんかならしい人が今トラック乗ってて、ちょっと待ってくださいね。今かんころ餅見せますから。干し物場のこと聞いただけなのに、これがかんころ餅ですよって言って、なんか焼いてあるのかな、これ。これかんころ餅紫色、すごいな。いただきます。かんころ餅いただきました。あんこが入ったやつって言われてましたね。よろしくお願いします。うまい、これかんころ餅もらいました。あんこ入りだけど、あ、うまい。なんていうんですか、周りがちょっとこの白っぽい、少し粉がはたいてあって、そう、こんなところで、あの、すごいな、うまい。かんころ餅物欲しそうな、そう、物欲しそうに、そう、恵んでくれ視線で、ですね、ちょっと一旦焼いて、少しなんか10分20分ぐらい経った感じの食感ですね。で、餅自体がちょっと待ってください。そう、餅欲しそうな、ついてますね。っていうか、今聞いてから1分ぐらいしか経ってないと思うんだけど、なぜこの餅が出てきたんだろう。これは事前に私がなんか電話して、今日何時頃ここ通るんで、その時に差し入れを偶然みたいにしてお願いしますって言っとかないとできないレベルのタイミングじゃないのかな。なんでこんな瞬間的に餅が出てくる。レシピかよ。すごい、仕込みとしか思えなかったですね、今の。そう、ちょうどあれ、さっきの干し物場のところの近くの人だから、そこの持ち主だろうと思って、たまたま、チャンスだと思って聞いてみたんですけどね。うまい。こじ、あ、なんか黄色いつぶつぶが入ってるの、何か混ぜてたんだろう、これ。仕込み、そう、やらせじゃないとありえなさそうなですね。今回の旅行の中で一番びっくりしたな、これ。この周りの焼け方、なんていうのかな、さつまいもですね。やっぱ皮自体が甘いと思います。ちょっとあんこも口の中に入ってるから今一つ判別つかないけど、餅三昧ですよ。やっぱりなんかちょっと普通のあんこ餅とは風味が違いますね。で、私が好きな感じのお餅です。もち米の餅のちょっとさつまいもとか、あとこれなんか穀物が別に混ぜてあるような感じですね。地付きですから、なんか泡とか冷えとかそういう穀物が混じってるのかな、これ皮のとこに。あら、あなたの心です。すいません、堪能させてもらってます。すみません。こんな場所で
こんな場所で餅食べられるなんて。しかも地元の人からもらったもので。ミンティア、ミンティアってなんだっけ。餅のために。うん、給食。確かに腹にかなりたまる感じだけど、美味しい。これ、この焼き方なんだろうな、まんじゅう、まんじゅうみたいな表面というか、なんというか表現難しいな。食べたことあるんだけど、こんな感じの餅ですっていう説明がうまくできない。というわけで、まだ口の中に入ってますけど、先に進みます。うん、そうだ、今とっさにヘルメット外したから、あごひもつけてない。ごま、今のですね、ごま粒でもなさそうだったんで、なんか少し平たい感じの、薄黄色の実みたいな、穀物みたいなやつでした。発想的にもですね溶けてしまう。溶けてしまうから、あ、うん、あ、後味もなんか普通の餅じゃない風味がする。美味しい。後味が美味しい。あ、あ、なんか幸せですね、こういうのは。泡とかそういう意味なのかな。こんにちは。見事に青方で、カンコロ餅もうちょっと買っていこうかなと思ってるんですけどね。これちょっとこっちの右側の方にまた、よいしょ。飲み物ちょっとお茶が欲しいところですけどね。あー、うまかった。ちょっと熱いお茶とか欲しいですね。どっかなんか熱いお茶農家の人とかいないかな。もうすでにもらうつもりでいる。スパキだ。ん？学校から左？今は？学校から、もう私学校通り過ぎて上に向かってますね。全然寒くなくて暖かいです今日は。まあお土産だったら港の近くで帰るかな。こじる、こじる、こじるっていうのはなんかあのひねるとかそういう意味のこじるかと思ったら、こじきをするっていうニコ生用語なんですかね、あれは。こじるというのは、はあ、みかん的なもの、なんか、はあ、はあ、よっしゃん、学校でもないか。お茶のお姉さん、お茶畑はさすがにないですかね、この辺りは。椿がそこら辺に生えてるのと、畑の方でみかんが結構目立ちますね。ちょっと上からの写真どっか撮りたいな。そうじゃ危険かもしれない。犬にほぼ吠えられてないですね。一応通訳取ります。あ、ご当茶あります。じゃあどうかご当茶、ご当茶園の人を見かけてお疲れ様です。
あ、でももう10時半か。昼飯ゆっくり食べるためには、もう港着いてなきゃいけないんじゃないか。12時半だから、12時だから11時、あと30分ぐらいで行けばいいか。ぐらいで行けるんだっけ。よかった。アクトリ。あ、そこ、この後いっぺん少し山越えなきゃいかんから結構時間かかるな。本当にこれ前書いてるのかな。ちょっと今のうちに一旦止めてチェックしてからまたやります。音を停止、長押しで合ってるな。あれ、放送の方が始まらない。繋がらない。電波悪いだけかもしれない。
自体の説明が、地蔵堂。あ、じゃあ、あ、じゃあちょっとさせてもらいます。よいしょ。あれ、さっきの人たちじゃないよな。もうなんか怖くなってる。線香の匂いが、あれ、やっと来た。こんにちは。上り速度は100、200、9、13、3、0。あ、上がった。安定しましたかね。ここは何でしょうか。あの、地蔵堂みたいなとこらしいんですけどね。なんかたくさん、あ、これあまり中に入ると今で電波切れてしまう。対馬、いずれ、ここはですね、ここはちょっとなんか枠が、枠というか放送ツールが全然画面が立ち上がらなくて、しばらく進んでこういうとこです。読めますかね。福寿庵、祭壇というか、これどういうものなんですかね。地蔵堂っていうふうに案内板には書いてあったんですけど、 あ、すいません。これこれ、いや、地蔵堂、いや、ここは地蔵堂ってわけじゃないのか。福寿庵の堂が新築されるにあたり、
そうそう、私はてっきりなんか蕎麦屋さんか何かかと思ったら土環境の見事ここですけど、というわけで今ちょっとあの脇道通ったらかんころ餅いただいたり、この福寿庵ってとこ見かけたり、意外と収穫ありましたね、こっちの道は。あ、さっきのおばあさんだ、さっきお地蔵さんに水をかけられてた人だ。で、これで予定ルートに戻る、予定ルートというかカラオケで発散しました、しました。ここは生っていうところです、生湾っていうところ。さて行こうかな。こんにちは。あ、失礼します。はい、で、はい、たまたま見えましたね。はい、殿様若っていうのがあって、ええ、で朝鮮出兵で亡くなられたとか、ええ、あと太平洋戦争で亡くなられたか、ええ、墓があるの。あ、向こうの上の方に。あ、見てみます。右行ったらすぐ見えます。ええ、あ、わかりました、はい。ありがとうございます。これビデオ撮りながら走ってるんですよ。回ってるんですか。まああちこちですね。今回福岡の実家に帰る途中にこっちで旅行してるだけなんですけど。ええ、まあ働いてるのは関東の方で働いてて、はい、で帰省する途中にここに寄ってるだけです。あ、そうなんですか。ええ、これあの新幹線とか飛行機で持ってきて。ええ、で今回五島初めてです。ええ、じゃあ、ええ、ありがとうございます。今の人はさっきあのあそこの福寿庵っていうところでの前で皆さん集まってたところに私が来て、中にお地蔵様あるから見ていったらいいですよっていうふうに言ってくれた人たちの一人ですね。これか、殿様バカ。なまるっていうのとはちょっと違うかな。気温は今日は暖かいんですよ。浴衣見てきました、さっき朝一で。朝一って方が早くはないな。殿様バカ、ザ・ローズ・トゥーム。当分はないですね。クロスバイクもマウンテンバイクももう新しいの買っちゃってるんで。あ、これか。朝鮮方言は結構似てましたけどね、長崎の方は。ここは朝鮮出兵で亡くなった方とか、あと何で亡くなった方って言われてたかな、今。よっと、共同の、今日は12時半なので実は昼飯も考えると意外と時間なくなってきた。ゆっくりしすぎた。まあ今日も昨日もいつもそうだけど。あ、太平洋戦争って言われてましたかね。でも西ちゃん墓の数はそんなに多くないんですね。どこのあの青方港から今日残りもう 5,6 キロのはずなんですけどね。もうすぐ11時にならない、やばいな。11時半につければ、今日はパソコンです。儀礼碑的な、ああ、なるほど、まとめてっていう、あの正面のやつがそうかもしれないですね。